もさ、たまにさ、全然関係ない秋田とかでいじってたりするでしょ。それはさ、逐一俺で教えなくていいからね。今日学ぶ教育してましたよ、言ってましたよ。今日も言ってましたよ。ちょっとね、おう言ってくれたんだと思うときは結構嬉しい。嬉しいな、今日はね、今日はだから逆に言われなかったらどうしようかなと思って。そうね、そうそう、一緒にやるのに無視してくんじゃねえから、ね、結構高度な笑いを取ってくんじゃねえから、ね、もうそれやったらもうかなえへんよ、ね、まあヘビー級ですね、あの人は。でもなんだかんだおしゃべりすごいよ、やっぱりね。ライトヘビーぐらいは目指したいかなと思ってね。頑張ろうかなと思って、違うジャンルで。そうですね、2人でトークショーしようって横から営業のね、まあ、ミスターファンとかながらのね、はい、トークショーね、あの乾杯。絶対滑らない何がしみたいな、あるよ結構ネタは、言っちゃいけない。これ今来てきたんですけど全然こう、ね、あ、ごめん、俺のだそれ、ね、あ、すいません。まあこういう感じですね。黒いジャンパー、はい、黒いジャンパー、なんだっけ、裏地が赤のチェック、はい、ね、まあこういう感じですね。そうなりますよね。だからそう、ほら言ったじゃん、楽屋でトーク引っ張ってってみてって。僕は言われてたじゃん。だから僕無理っすよ。なんでよ。頑張れよお前。お前か、預けるわ。ミートビーツの問題になってくるよこれは。自分だけの問題じゃないよ。あいつらおもろないやんって言われてる。そんなことないっすよ、面白い人いますからね。人に頼んな。自分も頑張ろう。ちょっとギター弾かせてもらっていいですか。ん、ギターを。ギターでやるの。はい、ギターで証明する感じ。はいはい。あの、としろくんと知り合いになりまして、あのこういう異種格闘技というか、なかなかないですね、普段はね。ないね、そりゃそうじゃん、総音痴とばっかやってっからだよ。もっと来てこっちにも。そうです。タクタクでばっかやってないんですか。来年は一緒にやりましょう。やりましょうよ、ね、ね、ミートビーツとうちと総音寺で。総音寺あるよ。あと50回転、はい、あとキャプテン、キャプテン、はい、ね、そこに入れてもらったよ俺は。あ、その中に入るんですか。俺らが入る。キャプテンズは気にはなってるんだよね。あ、気になってるんですか。うん、なんか、あら、新宿のなんだっけ、あそこ何階、あそこのさ、ライブハウス行くと必ずやってるとこあるじゃん、なんかワンマンやってるところ、新宿の、まあいいや、そこに楽屋にいっぱい貼ってあって、はい、キズヒコの写真が気にはなってるんで、ちょっと気になる、うん、はい、やってる、うん、あれこれ、はい、引っ張ってってくださいだから、トークを。俺結構今、こういろいろ振りを、はい、振りをしてるじゃないですか。僕無理なんですね、そういうのね。ちょっと距離ありますもんね。まず寄ってみようかな。寄ってみたら、夜の好きね、大ちゃんともいつも。せっかくなんで一緒にやらせてもらってもいいですか。これはでもニートビーツでもやってんじゃないですか、実際は。はい、英語バージョンですか。そうですね、ドリフターズとか。